よーチェイス、大きなレースで俺に勝ってみろよ。アルティメイトガレージまでの練習のレースじゃ負けそうだろう。いいかエリオット、テクニックが大事だ。待てチェイス。どうも、Gライドチャンネルの登録者のみんな元気？マリア G が史上最大のレースからライブ配信。なんたって史上最大のレースだから、フィニッシュを迎えるまで3日かかるんだ。ホットウィールシティを走り抜けるワイルドなコースだよ。高いバンク、恐ろしいループ、ありえないジャンプ、そしてドライバーとドライバー、車と車がしのぎを削る直線コース。世界最速のドライバーに贈られるご褒美は何か知りたい？あ、最高にクールなホットウィールシティのチェン市長本人に答えてもらおう。ありがとうマリア。今回のレースの優勝者に贈るのはこちらです。ホットウィールシティは比べ物にならないほど素晴らしい街、そのパワーを余すところなく解放するこの鍵を贈呈します。聞いた？鍵をゲットするのは私よ。君が？まさか、優勝して俺が手にするのさ。何ふざけたこと言ってるのチェイス。優勝するのはこの燃料インジェクターか、ソフィアの猛烈なスピードの走りよ。だよね。せいぜい夢見てな。鍵は俺のもんだ。それ用のチェーンだってある。私にどうやって勝つのエリオット。エンジンをテトラフレームに取り替えた？よせよ、あのパワーは誰の手にも負えない。始まるよ。スタートラインに並んだ筋肉もりもりな車たち、史上最大のレースが幕を開けるよ。この3日間で間違いなく世界で一番速い車が決まる。開始は5秒後。それまでは誰にでもチャンスがある。ははっ、ウッフー、うん、イエーイ、ワーワー、爆風が必要ね、猛スピードの。重力を最小限にするために7度の傾斜で。焼くよりこのエアフライヤーで揚げるに限る。おい、それどういう意味だ。さあな。話聞いてたら食べたくなった。優勝はね、ご機嫌斜めよ。このままじゃ街を破壊する。レースを中止した方がいいのか。さあな、けどやつだ。おお、危ない、洗車したばっかりなのに。あのエリオット、今は止まれない。頑張れツインミル、回転だ、回転しろ。エリオット上出来よ。あいつを止めるんだ。ああ、俺が優勝しても拍手する人がいなくなる。あのゴリラを退治しないとレースする街もなくなるぞ。受けて立とうじゃない。みんな、新しいニュースだよ。レースが今日最大のニュースだと思ったんなら、ブー、外れ。いいかい、今日一番のニュースはホットウィールシティを襲ってる巨大なゴリラだ。
高のドライビングだ。俺の紹介をありがとうよ。あなたが来る前に私が始末しとく。ソフィア悪いね。今回はこの私が仕上げる。ねえ、そこの青くて毛深いの、お家に帰る時間よ。腕っぷしより頭の勝負よ、ソフィア。燃料スラスター作動。今回は頭じゃ勝てない。わあ、なんだ重いぜ。ぶつかれ。やだ、ごめん。今までで一番強いゴリラだ。これはやばい。最近友達になったチェン市長の話によれば、このままゴリラの大暴れが続けばレースが中止になるかもしれないんだって。驚いた。バナナの皮を車に積んでるなんて。カリウムで頭が冴える。ああ、どこへ行く。ゴールに向かってる。この私がそんなことさせないよ。この町を救った功績に感謝し、私たちは無視？史上最大のレース第1日目の優勝者を称えます。コズミッククーペンの謎のドライバー、ネバードだ。名前までイケてるんだな。明日は遅めのスタートになります。コースを修理するので、ゴーホットウィールシティ。運転を覚えるにはあと4倍は練習が必要だな。悪いね。どうしても一言言いたくて。僕のためにゴリラの気を引いてくれてありがとう。は、確かに。明日も頑張れ。頑張れ？勝ちを横取りされて？そんなことしてないわ。後から参戦して大きなゴリラを倒した私が見とれてる間に。超イケてる車だった。なんだかどこからともなく現れた。ぼーっとしてるとアルティメイトガレージに着くのがビリになるぞ。エリオット、俺が何してると思う？後ろを走るお前がよく見えるようガラスを磨いてんだ。今回のレースで勝って名誉市民の鍵をゲットするぞ。俺が何してると思う？チェイス、俺もガラスを磨いてんだ。なんでかって？それは汚かったからだ。ソフィアスピード、この街で一番速いドライバー。何度同じこと言わせるんだよ。一番は俺だけど、いつも勝てない。でも彼女が一番とは言えない。いや、いいだろ、言ったって。
このスライムスーパーチャージャーを使えば無敵だ。すぐにこのホットミールシティの鍵が手に入るぞ。そしてみんな私の力を目の当たりにして震え上がるだろう。さあ、スペシャルレーサーたち、エンジンスタート。あれ、ドレイブンか。なんでホイールが光ってんだ。気にすんな、やつは一番呪いドライバーだ。おっと、そんなにのろくないぞ。ホイールに何かある。今日は特別なファンが観客として応援に駆けつけてくれた。さっきのヘビにそっくりのコースだ。すげえ、スケボーみたいな大技だ。エリオット、今のなんて技だ。ツリーアタック。私に追いつきたきゃ丸ふざけはやめるんだな。まったく、今度はトカゲかよ。恐竜だ。新しいニュースです。ただいま真っ最中の大レースが三大怪獣チャレンジレースになりました。スライムは私がホットミールシティの鍵を勝ち取るための秘密兵器だ。なんとドレイブンは優勝するためにスライムを使っている模様です。覚えてバラしたか。構わんさ、何も私を止められん。ああ、小さな女の子は別だ。だがそれ以外は何があっても突っ走るぞ。これじゃ勝てない。俺たちの得意技、必殺バーガーダッシュだ。おい、なあ、どうやったらここから出られる。バーガーダッシュのスペシャルトッピング、スライムたっぷり、悪の天才だ。わけじゃない。でもこのレースで全員を負かしたってことは、つまり。じゃあお前は自分の目と俺の言葉のどっちを信じるんだ。優勝おめでとう。名誉市民の鍵を差し上げます。鍵を横取りしてやったぞ、マヌケどもめ。あと追いかけましょうか。奴が町中の鍵を開けちゃう。ドレイブンならこういうことすると思ってたのよ。あの鍵じゃどこも開けられやしないわ。これが本物の鍵だから。なんだよ、使えない鍵だ。どこも開かないじゃないか。一生タダでアイスを食べようと思ってたのに。そのアイスをよこせ。ワロタクミはしくじる、そういうものだ。だがしくじったのは私だな。自分の足を引っ張った。二人ともついてきて、アイスをおごってあげる。ゴールはアイスクリームタッチダウンだ。最初にゴールするぞ、俺が一番速いんだ。適当なこと言ってるよね。一番遅いギアに入れてんのか、ソフィア。おい、言われっぱなしか、ソフィア。私はこの車に反論させるの。今の言葉しっかり聞いたわ。レバード？ガレージのドライブに遅刻してないだろ。まさか、みんなでレース前の調整だ。ちょっと待って、レバードを誘ったの？俺がね。
一体どうしたの？メバードのテクニックを妬んでるとか言わないでよ。訳がわからないのよ。私はあらゆるハイテクを知ってるのに、あんなドライビングを見たのは初めてなの。素晴らしい。噂で聞いてた通りだな。そしてテトラフレームだな。超イケてるだろう。ああ本当に。君たちは何を？テトラフレームが街にエネルギーを与えられるよう守ってる。エアダクトを特別大きく改造したの？設計したこのガレージのシステムを作ったのは？クイーンが一人で、街じゃ科学の天才で通ってる。最先端の警備システムまで設計したんだ。チンプンカンプン。ちょっとこんなところにほったらかしにしちゃダメ。エリオンと自分の名前をパスワードにしてるとはな。ねえネバード、ギアとかインジェクターとかシフトコンピューターを点検しようか。ありがとう。だけど自分でできる。一人で何でもできるんだな。どうも登録者のみんな、あなたの友達マリア G がホットウィールシティの出来たてホヤホヤの警察署からトニー・ニャンゴ保安官とお届けするよ。保安官、2日目のレースの安全性を強化するためにどんな工夫を？昨日のゴリラの襲撃を受けてコースの警備を強力にした。高いバンク、恐ろしいループ、直線コース、そしてもちろん署に待機するメンバーも臨戦態勢よ。何かあればパトカーがすぐ出動するし、連絡チームは緊急呼び出しにすぐ答える準備をしてる。登録者のみんなはわからないけど、私はめちゃくちゃ安全を感じてホッとしたよ。それじゃあ史上最大のレースの2日目を見守る用意はもうバッチリできたかな。更新はこれにて終わりだ。ニトロブーストの出番ね。いい加速だ。息切れするんじゃないぞ。まだまだこんなもんじゃ。あの車、何が仕込んであるの？フレームにアクセスできる。鍵がいるのか。どれだ。ああ、あれか。偉大なパワーの鍵。ストーカーじゃないな。毒を打たない。動物番組見てるのか。勉強になる。おしゃべりは後にした方がいい。保安官がサソリに捕まった。今の見てたか。大きいが動きはドロい。
こっちは小さいけど素早い。簡単に引っ掛けられるかも。だったらやっつけてやろう。待て、本当にさっき言ったなんとかってサソリじゃないのか。よっしゃ、受けて立ってやる。タッツリー。捕まらないよ。もっと急げよサソリ野郎。ほら、居眠りしてるな。下がったろ、私が片付ける。走りだったぜ。それほどでも、気を引いてくれたおかげだ。ああ、チームワークだな。まあね。それじゃあ失礼するよ。他に行くところがある。だろうね。どこへ？ゴールだよ。そうだった。またネバードが優勝だなんて。俺のチームがぶっ飛ばしてそうはさせない。見てね、坊やたち。勝つのは私よ。ごめんね、ソフィア。私の勝ちよ。みんな、これがトップ集団だよ。過激だね。ツインミルは2つのタイヤで走行だ。史上最大のレース2日目は大混乱。コズミッククーペがファストフィッシュとラフェスタを抜き先頭へ。でも待った、ラフェスタがコズミッククーペに接近。ああ連なって走る4台、クレイジーでエアロダイナミックなアクロバットが展開中だよ。誰かが追い越しをかけられるの？わあ、トップはコズミッククーペ。ワイパーの差でリード。なんとレース2日目も優勝はコズミッククーペ。嘘みたいだね。私の大親友ソフィアスピードが乗ったラフェスタとトゥーリガンが同着2位でゴールイン。ファストフィッシュとツインミルが4位と5位という結果だよ。勝つならフェアなレースで勝ってほしいわ。なあ、サソリがレースを邪魔したのはネバードのせいじゃないだろ。そんな、少しは変だと思わないの？いや、変なのは俺が5位だったってこと。安心しろ、明日は必ず来る。つまり、必ずチャンスはある。俺に次いで2位だな。ポットウィールシティに暮らす悪の天才ドレイブンが誕生日パーティーを盛大に開き、仲間の巨大怪獣たちを招きます。どんなことが起きるのでしょう。おい見ろよ、あいつ毒を持った怪獣仲間とまたつるみ始めた。ああ、誕生日に呼べる友達はあれだけなのさ。ちなみにもう毒はない、全部消したから。忘れたか。本当にそうだって言い切れるのかチェイス。空気で膨らませたお城は好きか。バウンシーキャッスルがあるってことか。最高じゃないか。安心してろよペットたち、これから間もなくまた恐ろしい毒を与えてやるからな。今怪獣に毒を何かするって言ったか。いやおかえり、そんな心配は無用だ。腹黒い笑顔を浮かべて両手をこすり合わせてる。パーティーが楽しみで仕方ないだけだ。悪いがここらで失礼させてもらうよ。今から墓地へ行かないとな。毒のあるスライムをたくさん掘るんだ。何今なんて。なんでもない、気にするな。じゃあまたな。あいつが言ってることはどこまで本当だかわからない。ってことはバウンシーキャッスルはないかもしれないの。私の誕生日大パーティーへようこそ。ドライブンのドライブコースにチャレンジしてみてはいかがかな。テクニックを駆使して見事バウンシーキャッスルにゴールすれば、アクトはまるで関係ないサプライズプレゼントを差し上げよう。指切り現場だ。楽しそうだな。ああけど、この巨大怪獣たちのせいで浮かない気分だ。ソフィアスピード、この街で一番速いドライバーだ。2番目に速いドライバーだ、俺の次に。行くぞエリオット、俺たちだったらうまくいく。
したのか。何がサプライズだ。サプライズ、マヌケどもめ。奴らが騙されたのには驚かないが。プレゼントアイスがいいと思ってたのに。誰一人アイスを食べに来そうもないから、お前たちが全部平らげるといい。私のお気に入りの味だぞ、毒入りスライム味。召し上がり。ソフィアスピード、俺と同じこと考えてるのか。吸血鬼は鏡に映らないのに、なんで髪がきちんとしてるのかって。違う。でも確かになんでだろうな。俺はソフィアを助けに行くぞ。怪獣たちの速度が速い。ソフィアスピードでも逃げ切れないぞ。ソフィアはホットウィールシティで一番速いのに。それは意見が分かれるな。俺が一番速いっていう人も多い。誰がそう言ってたんだ。たくさんの頭のいいやつが。こんな話してる場合じゃない、エリオット。怪獣を止めるアイデアがあるんだ。おとなしく俺についてこい。やーい、捕まえてみろ。かっこ悪い巨大怪獣だもん。ああ、これ以上奴らを怒らせるな。アイスで頭が痛くなる。よくある。おまけに眠たくなる。巨大怪獣ノックダウンだな。ありがとうね、狩りができたわ。どういたしまして、ソフィアスピード。ホットウィールシティで一番速いドライバー。2番目だ。何度もしつこく繰り返すなって。おせっかいなはみ出し者どもめ、怪獣は食い止められても私は何者にも止められないぞ。いいだろう、アイスで頭が痛くなった巨大なヘビだったらこの私を止められるかもな。だが長くは続かないぞ。ふざけた怪獣どもめが。登録者のみんな、今日はドローンで撮影だよ。すごいでしょ。今は史上最大のレース最終日の1周目を走行中。先頭を走るのはファストフィッシュ。でも待って、仲間のツインミルが猛スピードで迫ってきてる。トゥーリガンとコズミッククーペ。ちょっと待った、私のソフィア。スピードの魔術師がラフェスタをぶっ飛ばしてリードを奪ったよ。1日目も2日目も勝利を飾ったコズミッククーペをぶっちぎるには最高のスピードを出さないと。よし。ん？登録者のみんな、今の影見えた？なんだか私の目には。当てようか。火を吹くドラゴンだ。火を吹くドラゴン？まさか、ただの冗談だって。わお、不吉な予感。やばいって。危ない。大きな爪だわ。これはカギ爪だ。またか。動物番組見すぎだって。見ろ。おお、え、あっ、あっ、アルティメートガレージに。やめさせないと。でもレースはアルティメートガレージの方が大事だ。トップだったのに。中に人がいる。ええ、言う通りね。受けて立つしかない。
気踏んでリアに力を移すの減速して。そうすれば助かる。ちょっと私はドライバーよ、パイロットじゃない。安心しろ、今降ろすな。いい作戦でもあるのかチェイス。考え中。高いとこは平気よ。やっぱりダメ、怖い。スピードを緩めないと。タイヤに空気が十分入ってるといいんだが、地面に落ちた時跳ねてくれるだろ。それよ。本当に？タイヤは跳ねるわ。タイヤをクッションにして受け止めるの。任せろ。消防署は火にとって敵だもんな。さあ行くぞ。こっちに逃げて。消防員たちは町の反対側の火事を消しに行ったの。早く。とにかくドラゴンを退治しようぜ。どうやって？ホースよ。まさにそれだ。もうやめてって私言ったよね。なのに私たちに必要なのは猛スピード。そろそろネバードが来てピンチを救ってくれるんじゃないのか。あいつは信用できない。同感。そんなすごいやつだぞ。ヘルメットまで超イケてるし。今は俺たちで何とかしないと。成功する、信じろ。じっとしててくれよ。危ないぞ、引き取るぞ。リボンでラッピング。ねえ、みんなはどこ行ったの？レースよ。類まれなる過酷な環境の中での抜群の走りを称えます。その印にホットウィールシティの偉大なパワーの鍵を贈ります。ホットウィールシティの全ての偉大なパワーを解き放つ鍵です。何もかも開くことができるでしょう。ありがとうチェーン市長、ご安心を。賢く使いますから。ご到着だぜ。私のドラゴンはイケてただろ。あんたのドラゴン。そうとも、悪役にドラゴンは欠かせない。ドレイブ！若返ってかっこよくなってる。そんなことできるのか？当然できるさ。ネバード・ドレイブン。スペルを逆にした。すぐバレると思ってたんだが。クローンなのね。というよりニューモデルだ。この偉大なパワーの鍵とテトラフレームで新しいホットウィールシティを作る。私のホットウィールシティをダンテ。さあ飛び立て。アルティメイトガレージへ。さあ、こんな裏があったとは。ネバードが俺たちを騙してたなんて信じられない。
イケてるやつだと思ってたのに。あいつがそう仕向けたの。まんまと乗せられたってわけね。信じなくてごめんよクイーン。ああ真剣に聞くべきだったよ。別にいいよ、これからも支え合えるだよね。しゃネバードが町を破壊するかも。鍵を渡してしまったのよ。どうすればいいの。一番の得意技で戦うぞ。運転だ。バックだ。悪いけど絶対に太刀打ちできない。超次元級の助けを呼ぶか、ランプのせいでも出てこないと。最初の願い事は決まってる。ループを増やしてもらう。陸に移ってからどうするか話し合うとしないか。ここも陸じゃなかったのか。ついてきて。ついてくだけで必死だ。ドラゴンならなんとかなるけど、スーパーシャークは地上からは取れないんだから諦めなって感じだね。でもなんとかしてみる。サメのアクションシーンを取り逃すなんて悔しすぎるよ。ヒレが近づいてきてる。この車はファーストフィッシュって名前だが、餌になるのはごめんだ。いなくなったぞ。なあみんなもビビってるか。ああ俺だけかと思った。もっとスピード上げるよ。マカロニ。そしてチーズ。ドライブ手伝って。上から下から。まったくどこ行きやがった。どうやってるの。いいこと思いついた。でもガレージを見てから出ないと。よし、俺たちがこいつの相手をしてる間、クイーンとドレイブンはガレージへ。了解。急げよ、サメに勝てる車じゃない。あいつらも何とかしないと。ドラゴンは任せろ。君はゴリラをインポッシブルジャンプで落ち合おう。了解。よう、そこのイケメン。猿のお尻みたいな匂いがする。ドレイブ、青い友達と一緒に向かってるわよ。フランケンファイヤーと向かってるぞ。あなたも。あれがテトラを増幅させるアンプ。だから建物が光ってるんだ。あいつはテトラフレームを使って街中から電力を吸い取ってるってわけさ。どこまでサメを連れてく。なんてフィッシュレースだ。ハイスピードの悪ふざけか。面白い。クイーンが答えを見つけてくれたらいいんだけど、このままじゃガス欠よ。街もガス欠らしい。見ろ、まさにホットウィールシティ中のパワーを吸い取ってる。なんでそんなに電力が必要なんだ。さあね。でもやたらと熱くて頭の中が溶けそう。ネバードは寒冷シールドを使って気温を調整してるはず。そうね。でもコンピューターは極端な暑さや寒さに不向きよ。サメも同じだな。天才ね。うん、ありがとう。君にそこまで褒めてもらえるとは。お返しよ。しかしこれが片付いたら敵同士に戻るんだ。最大の敵。他のみんなを助けに行こう。こんなの情けないわ。街で一番速いドライバーなのに。二番目に速いだ。この話は後で。誰が一番速いかは決められない。自分たちじゃない。サメは鼻が弱点だ。
しかったよ。お前が動物の番組が好きで。いつまでもこうしてはいられない。ああ、俺は腹ペコだ。腹ペコすぎてアイスクリームトラックの音楽が聞こえる。空耳じゃない。見ろ。ありがとう。これは何なの？冷凍光線アイスクリームトラックよ。アイスは積んでなさそうだな。クイーンはいつも万全だ。作戦は？サメを騙して地面から大ジャンプさせたところを私が仕留める。受けて立つ。で、サメを冷やすとどうしていいことがあるって言うんだ？サメって変温動物だからじゃないか。変、今なんて言ったんだ？変温動物、体温が周りの温度に合わせて変化する動物のこと。サメを急激に超低体温にできれば地面の下を瞬間移動することもできなくなる。それじゃあスカイパスに向かおう。いい考えだ。スカイパスは高いから俺たちを襲うと大ジャンプするはず。捕まえてみな、サメ坊や。今だクイーン、仕留めろ。私は地上を離れられなくてもドローンがあるからね。 G ライドの活動再開。私たちが生きてる間は凍ったままかも。お寿司食べに行かない？今はいいや。料理しなきゃならない魚がまだ残ってる。悪い魚が。迎えに行くぞネバド。俺の気のせいか、それともサメを凍らせて以来世の中おかしくなったのか。気のせいじゃない。頭に注意だ。あれってフリッツよ。遊園地のマスコットのフリッツ。それがなんでここに？それよりも問題は、人はなぜ遊園地なんてつまらんものを作るのかだ。気をつけて、ロボット犬よ。待って、ロボット犬？明らかにもともとこの辺りにいたんじゃない。道路がこんなめちゃくちゃじゃ洗車場に着くのが大変だ。テレビゲームをしてるみたい。テレビゲームと違うのは一度死んだら終わりってこと。これもネバードの作戦か。わからない。アルティメイトガレージにテトラフレームのアンプがあるのは見たけど。作戦としてわざと道路をおかしくしたのか、たまたまこうなったのか。いやあみんな、今日のホットウィールシティはどうなってんのかな。穏やかな一日みたいだったからママに食料の買い出しを頼まれたんだけど、通りが突然とんでもないことになってる。このでっかいビーチボールを見てよ。騒ぎの理由を知ってたらダイレクトメールかチャットで私に教えて。やつのせいで宇宙に亀裂が生じてる。なんだって？なんでわかったの？この異変よ。原因は街の中にはない。誰がどこでいつ起こしたのか、それは不明。巨大ザメにしても100万年も前に絶滅した生物が出現するのはおかしい。100万歳なんてめちゃくちゃ強烈だ。きっとネバードはホットウィールシティ中を征服するためにでっかいものを集めてるんだ。やつを食い止めないと。必要なのはとにかく猛スピードよね。受けて立つ。前から言ってみたかったんだ。だんだんこいつらにムカついてきた。でもサメはまだ凍ってる。今はもう違う。お寿司にしちゃえばよかった。サメの先にはサソリがいる。
してるのか。じゃあバラバラにしないと。そうね、仲間割れするように仕向けよう。よし、エリオットはゴリラだ。待ってろデカザル、今行くからな。クイーンはサソリオ、ドレイブンはドラゴン、ソフィアと俺はサメの面倒を見る。最新の敵には最速の車ね。サメのところで落ち合おう。あと一息だな。ゴリラ用のメガネをかけろよ。周りのループを走ってやる。そこじゃない。超滑らないタイヤだ。ワッホー、捕まるもんか。知っててこそ邪悪な強敵だ。悪党が1点獲得。どうもご親切にありがとう。イチャついてるところ悪いんだけど、サソリと私がもうすぐそっちに着いちゃう。私のタイヤが狙われてる。怖がらなくていい、モンキーマンがついてる。ここに下敷きになるぞ。タッチ鬼だぞ。もうスピードだ。まさにこういうのがチームワークだ。ああ、4匹の化け物を倒して残るはクローン1人。よし、いよいよ。シティの偉大なパワーを全て私の自由にしてやる。いないぞ。あそこよ。テトラチャージャーを作ったのね。まずいよ、ピンチだ。でもいい考えがある。
登録者のみんな、街がおかしなことになってるから戻ったよ。ネバードが一段とパワーアップしたクーペでホットウィールシティをドライブしながら何を企んでるのかは分かんないけど、誰にも止められない。でも待って、ホットウィールシティのヒーローたちだ。ネバードを止められるのはこのチームしかない。いけー、ホットウィールヒーローたち、ゴー。こいつを食らえ。準備 OK、 行くよ。お手柄だ。ホットウィルシティを救ったぞ。偉大なパワーが全て戻った。でもどこだここって。それより今はいつ